今日はお二人に来ていただきました。ウェコスティラーズの澤井です。ポジションはプロップ、看板プロップで、まあ、スクラムの最前列にでスクラム。今年度から、コールコスティラーズに入団しました。ポジションはフッカーの松田健太です。新人らしく、いろんなことにチャレンジしていこうと思います。よろしくお願いします。応援サポーターという形で伊勢選手も同席してもらってます。はい、コールコスティラーズの伊勢です。今日はなんか面白い企画があるということで、自転車でやってまいりました。一生懸命応援させていただきますのでよろしくお願いします。今回はラガーマンの凄さを見ている方に知ってもらうためにお二人にちょっと早食い対決をしてもらおうと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいんですか、食べさせていただけるってことですか。もういっぱい用意してる。いただきます。早飲み早食い大得意です。大得意ですか。はい、なんか澤井選手は。なんか特技があるってチラッとお聞きしたんですけど、某メーカーの水をベゴッとこう口の中に収納するっていう技なんですけど、ちょっと偶然、ね、はい、そんなお水があったんで、まあ、ね、なあこんなそりゃそうなるわ。特技というの怖いな。じゃあ用意スタート。こんな感じですね。こういうことですよ。3秒ぐらいで。なんですかそれは。飲むっていうか、まあ押し込むというか、てか、まあ、消すみたいな。そうですね、ペット字で柔らかいんで。お二人には5分間で牛丼を何杯食べれるか。牛丼ですか、はい、牛丼ですか。ちょっとそういうのに挑戦してもらおうかなと思ってるんですけど、どうなんですかね、牛丼って。牛丼つゆだくではない牛丼並みの盛りを5分間でどれぐらい食べれるのか、ラガーマンは。いただきます。ありがとうございます。牛丼自体は結構いきますか。僕は年中通してダイエットしてるんで、特別な日にしか行かないですね。ちなみになぜダイエットされてるんですか。トレーナーが痩せろ痩せろってやってもらうからには、まあ負けた方にはちょっと罰ゲームやってもらおうかなと思ってるんですけど、なかなか強敵ですね、この人。いや、もう、罰ゲーム自体は、はい、まあ、勝った人に決めてもらおうかなと、はい、まずは先行、松岡選手から、はい、いきたいと思います。はい、よろしくお願いします。あう、牛丼5分間、はい、早食い対決、用意、スタート。早い。おー、違う。おー、いいやん。いいよ。こっちがでかいですね、やっぱり。大丈夫、大丈夫、そうそう。おー、すごい、すごい。美味しそうに食うな。美味しい、美味しいですか。美味しいっていうのが一番大事だよ。早いね。もう半分超えてる、半分超えた。澤井選手にプレッシャーを。すごいな。どん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 。もう一杯目、感触見えてきてる。いいね。大丈夫。おいしい。おいしい。応援したことがね、やばいな。ちょっと詰まるな、ちょっと詰まるな。水分取りながらな、水分取りながら。米ここいますね。ラガーマンやからできるんですよね。そうそう、普通の人は、普通の人は絶対できない。喉力、喉力必要これ。飲み込む力。わ、すごい。いいよいいよ。いい顔してるわ。美味しい。うまいな。そう。1分半経過。うん。うんってやめてくるの。地獄。どうした？一杯目完食？もう終わった。1分45秒で1杯目ですね。おお、いいペース。これマックスは6分で何杯？食べてもらったんで、まだ食べきってないですから。
もう彼2杯目いきましょう。汚ねえな。やっぱルーキーに教えること。そうですね、食事はやっぱ綺麗、美味しい。綺麗に美味しくね。美味しく。おお、もう2杯目のゴールも見え出した。じゃあ怖いなって言ってそんな入っていかないもんか。ここ頑張ろう。早速、残り1分押した。ここはもう行くしかない。あと1分間。まさかお前、早く終われとか思ってないよ。あと1分行くしかないよ。もう僕、食べれませんとか思ってた。いけるよね、いけるよね。頑張れ、ここ1本行こう。本当に強いないやん。これ本当に強いないよ。残り30秒でいける。そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。30秒頑張れ。30秒いくしかないよ。この辺の差が出てくるんですかね。ここで差が出ます、ね、ここで踏ん張れるから、ね、残り20秒。まさか遠い。15秒。いくしかないよ。9、肉全部いっとこう。肉全部いっとこう。5秒前、4 3 2 1。すごい、ストップ。おお、2杯と 2.4。 いや、でも肉いってるからね。お、2.どんぐらいですか、肉いってるか。これは2杯と2.6 杯ぐらいいきましたね。甘いね、2.6杯。見た感じどうでしたか、沢井さん、沢井選手。いや、結構もっといけんのかなと思ってたんですけど、やっぱこう手こずってましたね。ちょっと不安ですね、これから。お疲れ。どうもありがとうございました。ありがとうございます。2.6杯。いや、思ってるよりきつかったですね。入ってから思ってるより5分が短いです。あー、で、E 的には全然、E 的にはまだ入りそうなんですけど、喉の、もう細いんですかね、喉が。喉力ね、それ。喉力喉力って喉力。喉力がちょっとね、今日力足らずでしたね。差はどうですか、こんだけ食べたら。いやー、やっぱもっと3、4杯ぐらいいって、っ先輩にプレッシャーかけたかったんですけど、いや、これやとやっぱ逆にプレッシャーでも、こんだけ手こずってるからそうですね、うん、でもまあ、出せるだけの力を出したんで、あとはもう勝負ですけど、ちょっと先輩の食べっぷりも見てみたいんで、あとはもう任したって感じですね。澤部選手、2.6 杯に対して牛丼何杯、意気込みの方お願いします。何杯用意されてるか分かんないですけど、時間がある分、胃に押し込めます。あ、僕の食べる優勝を見たい方は後半戦の動画をぜひチェックお願いします。でも口の中もなくなってる。すごい、大きい。すごい、2杯目。